ここからは釣り船に注目するコーナー、船ジャンクション参りましょう。釣りビジョンがおすすめする全国各地の釣り船に注目するこのコーナーです。その船ならではのサービスや魅力をですね、取材映像を交えて紹介していきます。で、今回は愛知県です。刀名港の松新丸に注目します。刀名港という場所はですね、知多半島の先っぽに位置しているんですね。伊勢湾と三河湾に接する釣り人憧れのいろんな魚が釣れると言われているエリアなんです。さあ、そんな刀名港の釣り船、松新丸さんに今回池山千明さんが取材に行ってくれました。早速 VTR 見てみましょう。おはようございます。池山千明です。私は今愛知県南知多町にある松新丸さんへ来ています。今回の船ジャンクションは夏のレジャーにぴったりなことをご紹介していきたいと思います。なぜならですね、今回の、キーワードといいますかが釣りベキューなんですよ。皆さん分かりますか？釣りベキュー、釣りとバーベキューがなんと一度に楽しめるという、そんなプランがある釣りだそうです。なので今日はそれを私が楽しんでいきたいと思います。早速体験に行ってきます。ではまずは受付しに行きたいと思います。はい、こんにちは。よろしくお願いします。池山千明です。よろしくお願いします。まずは受付をしたいんですけど、ここに受付の乗船の名簿がありますもんで、これに記入していただいて、はい。まずは名前を、はい、でここで乗船の名簿と、あと料金をここでもう精算しちゃいますもんで、お願いします。ありがとうございます。バーベキューの食材も全部込みで1万1000円、レンタルタックルも全部込み。そしたらですね、こういう乗船の札というのがありまして、これね、第五松新丸、この第五松新丸に乗っていっていただくんですけど、これを船の人に渡していただくと、音も中に案内してくれますから。今回私手ぶらで来たんですけど、この乗船札を船のところに持っていったら、そこでもうすぐレンタルもさせてもらえるっていう形なんですか？そういうことです。何もなくても魚を入れる容器さえ持ってくれば、もう簡単に手軽に釣りが楽しめます。そうなんですね。でもちょっとそのクーラーボックス、もうちょっと氷とか用意できてないんですけど、今日。氷もね、ちゃんとこちらの方でお付けしますもんね、サービスで。で今日ちなみに私は釣りベキューっていうプランを体験しようと思って来たんですけど、今回はその釣りベキューの中の釣りは何釣りをすることになるんですか？今はですね、白ギスを狙ってますね。夏の魚ですからね。白ギスを近いところ、港から出てすぐ近場のポイントから始まります。じゃあ私も楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。たくさん釣ってください。たくさん釣ってきます。はい。よいしょ。行ってきます。すごい大きい船。海風が本当に気持ちいい季節で、爽やかな朝という感じですよね。いつも出発の時は釣れる予感がするっていう気持ちで出航するんですよね。楽しみです。これ5分でポイントに到着する。近いと助かるよね。いっぱい釣って。いや本当にすごいですよね。もうバケツから餌、仕掛け、竿、もう本当に手ぶらで来たら全部準備してもらってました。嬉しい。ありがたいです。仕掛けはこういう天秤の仕掛けになっています。でこれもつけてくださってたので、きっと仕掛けも最初初心者で来たらつけ方とかわかんないと思うので、もうつけて準備まで万端にしてくれてるのはありがたいです。磯目ちゃん元気ですね。うわー。餌もう余裕ですね。はい元気がいい。よいしょ。早速1投目落とします。私もこの海の船釣りを一番最初にやった釣り物が白ギスなんですよ。なんで初心者の方は多分釣り方も簡単だったりとか、私が最初行った時も結構釣れたんですよ。なのでやっぱりね、最初は釣れることっていうのが一番ハマるきっかけっていうかなると思うんで、白ギスはおすすめですちょん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 、お、あ、来た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 、ブルブルしてます。本日1匹目が来い、わー、来たー、かわいい1匹目のキス釣れました。わー、きれい。いやー、ちょうど太陽も出てきて、太陽がさしてキラキラ輝いてます。キスは本当に綺麗なんですよね。釣りってなんかハードル高いイメージあるじゃないですか。女性目線で見てどうですか？私は逆に船釣りから始めた方がなんかいいって思ってる派で、こう釣れるポイントまで連れてってくれるじゃないですか。なんで釣れる確率っていうのは絶対上がるんですよ。で釣り始める時にやっぱり釣れるっていうことが一番なんか嬉しいことで大事かなって思ってるんで、なんか堤防とかでやるってなると道具も揃えないといけないしとか、なんかポイントもどこか分からずで釣れずに終わることも結構多いと思うんで、私は本当に最初始めるならこう船釣りをおすすめしますね。でこの船も本当に綺麗なトイレだったりとか、あと船内に休む場所とかもあったりするので意外と快適ですもうなんかそういうトイレがあるのかとか暑さとか不安な人も多いかもしれないんですけど、もう女性にも子供にも優しい船です。なので本当にみんな気軽に釣りしに来てもらえたら嬉しいなって思います。あ、良さそう。2匹目あ、これは食ってくれたんじゃないかな。やった、3匹目。おお、また来た。やった、はい、またまたキス釣れました。いや、今日はすごい本当にたくさんキスが釣れて楽しかったです。もうね、お腹がだいぶ空いてるんですよ、私。で、ちょっと釣りベキューの方のバーベキューの方準備ができてるみたいなので、ちょっとバーベキューに移らさせていただきたいと思います。どういう準備をしてくれてんの？バーベキュータイム、釣りベキュー。皆さん、ここどこだと思いますか？すごいね。こうやってバーベキューセットが用意されてバーベキューが始まるんですけど、船の上です。もう船内なんですよ。すごいですよね。こんなめちゃくちゃ本格的なバーベキューセットがこの船内に現る。びっくりしました。いや、僕もびっくりしてます。早速もう仕上がっているのでいただいていきたいと思います。こんがり焼けて美味しそう。しかも白ギスだけじゃないしね。もう串を抜いただけで分かります。ふわふわです身がしっかりしてて、うわー、うまそうだな。いただきますもうお皿がターキー仕様になってる美味しそう。ふわふわだし、油しっかり乗っててめちゃくちゃ美味しい。うまそう。次、大あさり。あさりはさすがに釣れないでしょ。でもこれ用意してくれてんだね。ブリッブリですよこれ。うまそう。でっかいね。めちゃくちゃ美味しいこの大あさり。これプライベートで行きたいよ。最高。あれが白ギス。はい、でこちらが今日私が釣った、さっきですよ、釣ったキスをそのまま塩焼きにしていただきました。いいね。いただきます。どうなの？どうなの？釣りたての塩焼き。甘い。甘いんだ。美味しい。もう釣り初めて来るっていう人誘いやすいんじゃないですか。そうだね、バーベキューしようよって言って、あ、ついでに釣りもできるらしいよみたいな感覚でもなんか楽しめるんじゃないかなって思いましたね。しかも本当に超快適なので、なんか子供とかこう家族連れで来ても子供も安心。親が安心してこうみんなでバーベキューできる環境だなっていうふうに思いましたね。ああ、これ基本的には用意した食材でバーベキュー楽しむんだね。何より美味しいです。なるほど。じゃあいろいろ美味しい食材持ってきてそれ焼いて食べてで釣った魚っていうのは一応これ別料金でやってもらえるってことなんだね。今日私はこの釣りベキューというものを楽しませていただいたんですけど、釣りベキューというプランはどういうきっかけで生まれたんですか？元は旅館で料理やってたんですけど、もう先代の父親の後継いで、釣り船を新しく作って、はい、その時からですから、30年ぐらい前ですね。ここら辺でも美味しい魚がたくさん取れますもんで、大あさりとか焼き魚、エビとか、そういうのをね、ぜひ魚釣りと一緒に船の中でも美味しい魚を食べてもらおうと思って店のね水槽で今泳いどった魚介類を使った食材ですから、美味しく楽しめると思いますね。そしてお宿も充実してるんですよね。はい、そうです。これもやっぱ先代がですね、50年ぐらい前に民宿を始めて、そこで中に大きなお風呂とか、あと魚料理を楽しめる宴会場とか、いろいろと設備があります。はい、めちゃくちゃ充実してますね。はい、でそこでいただく料理も結構こだわっていたりするんですか？そうですね。この知多半島の南知多でね、取れる魚介類、先っぽとして半島の先っぽとして先っぽ料理という名前でね、そういった魚介類の料理を出してるんですよ。はい、それがうちの自慢ですね。わあ、いいですね。こうやって釣りだったりとかバーベキューしてアクティブに体を動かしたら、もう宿でゆっくり温泉に浸かりながら地元の料理をいただいて体を休める、最高の夏のプランですね。これそうですね。出来上がりましたね。ぜひよろしく。もう多分皆さん夏の思い出ここで作りたいなって思った方がたくさんいると思います。はい、はい、今回は釣りとバーベキューが一度に楽しめる釣りベキューを楽しませていただきましたが、もう釣りは本当に初心者の方でもすぐに全力で楽しめるような準備を整えてくださってて、でその後この地元の海鮮を楽しめるバーベキューがあって、もうすごく大満足に楽しませていただきました。釣りベキューというみんなでワイワイ楽しめるイベントが松新丸さんではやっております。ぜひ皆さんも夏の思い出作りに来てみてください。以上、池山千晶でした。ありがとうございました。わー、千晶ちゃんありがとうございました。素晴らしい取材でしたね。実はね、松新丸さんは松下さんとね、釣りウェーブの時代に電話でやり取りさせてもらったっていうことがあって、船でバーベキューできるっていう話はね聞いてたんですけど、こうやって映像で見るとすごいね、バーベキューグリル、船の中に備え付けてある素晴らしいカスタマイズ、それによってお客さんみんな喜んでいるってことだもんね。でフルレンタルであそこまでできる、ね、手ぶら、クーラーボックスだけ持ってきゃいいっていうことなんでね、最高じゃないですか。これね、釣りベキュー夏休みにぴったりなプランだと思いました。で泊まってあれだけさ美味しい料理もね食べられるっていうことで、これ遠方からでも行ってめちゃくちゃ楽しそうですよね。いやー、いいね。家族で行っても楽しいし、グループみんなで行っても楽しいしね、最高の夏の思い出ができると思います。で松新丸さんによりますとですね、船これねたくさん乗れるんですって。50人乗りと45人乗りの大型2隻運航していって、会社の慰安旅行などでも使うことができるということです。で大型バーベキューコンロはね、この船を作った時の船大工さんの特注品なんですって。いやー、見事な出来栄えでしたね。毎回各地の釣り船紹介してますけども、どこもねお客さんにどう楽しんでもらえるかっていうことを本当によく考えてるなっていうふうに工夫を感じます。でこれからもねおすすめの釣り船どんどんと紹介していきますので、これからもね注目していてください。そして釣りビジョンのホームページご覧いただきますと、毎日ですね全国各地から届いた釣果情報を載せてますんで、最新の情報をぜひチェックして次回の釣りの参考にしていただきたいと思います。以上、船ジャンクションでした。